断言します。物を捨てただけでは運気は上がりません。同時に考えたいことっていうのがあるんですよ。<music> こんにちは、矢野慶三です。コンスマイチャンネルへようこそ。今日はですね、断言します。物を捨てただけでは運気は上がりませんっていう話をね、したいと思います。えこれね、実際 運気を上げるにはですね物を捨てることは実は必須なんですけどもただねこれね物を捨てただけでは運気はね上がらないということも合わせて知っておいていただかないとこれね片付けても全然上がらないと思ったらやる気なくしちゃうと思うんですよねただですねここちゃんと押さえておけばですね実際は運気を上げることができるんですよねなので今回のこの動画を見ていただいたら 物を捨てることと合わせてすごい大切な要素があるんだということをね理解してそして実践できるようになると思いますので最後までご覧くださいそしてね動画の一番最後なんですけども今日のねワンポイントアドバイスっていうコーナーもありますので最後までね楽しくご覧いただけると嬉しく思います はいそして、えー、最近ねチャンネル登録いただいている方から、えー、どしどしですね、えー、本当に良くなったという流れの、えー、コメントをたくさんいただけるようになったんですよね。よかったらあなたもねチャンネル登録して、えー、毎日見たり23日おきでもいいので見ていただいてどんどん自分の人生にですねこの流れを取り込んでいっていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。ではですねまずですねこの1として話をしたいのは。 ものを片付けるっていうことの究極の、えーまあ、形としてミニマリストっていうのがあるんですけどもこのの、ね、ミニマリストの罠といいうう話から、ね、したいと思うんです。えー、特に、ね、このものを減らすっていうことで極端にものを減らしていってですねほとんどもう使うものしか、えー、置かないっていうふうな、まあ、生き方のことをですね、えー、ミニマリストという言い方をするんですけども。 えー、ミニマリストでね、えー、有名になっている人たちも何人かいると思うんですけども、えー、これね気をつけなきゃいけないことがあるんですけどもというのは何かというとこのね幸運になるミニマリストとそうでない、えー、ミニマリストに分かれるということなんですよねこれね、えー、ちゃんと知っておいていただけなきゃいけない、えー、本当に気をつけないといけないことってあるんですけどもそれは何かというとこれなんですよ物を減らすと同時に、えー、まあ、生き方として守りに入ってしまう人が 多いんですよねこれっていうのは例えば具体的にどういったことかというと、まあ、ミニマリストになるとですね例えば月に10万円あれば全て生活ができるっていうふうなことをまあ把,握いったり把握をしていったりするような生き方でもあるんですけどもそうするとですね守りに入る ミニマリストはですね10万円程度の毎月お金を貯めればいいぐらいの感覚になっていってしまうんですよねだけども本当にですね幸運を引き寄せているミニマリストっていうのはそれを背景に本気でチャレンジしていくっていうのがミニマリストのどんどん幸せになっていく人たちの傾向なんですよねなのでどういったことかっていうと例えば えー、本当に、えーえー、チャレンジしてです、ねまあ、失敗すれば毎,日、えー毎,月ですね、毎月10万円ぐらいお金があれば生活ができるだからそこから考えて本当に自分はまずこれでチャレンジしようという風にしてチャレンジするきっかけにするというのがです、ね、実はこの、えー、成功していくミニマリストの特徴でもあるんですよね。ここをま、ね、まず外さなないいいいよううににししてと思います はい、そしてその次ですね、えー、もう一回根本の話に戻るんですけどもその2としてじゃあ本当に物を捨てなければいけないのかって話もね、えー、しておきたいと思います。えー、ということで本当に物を捨てなければ、えー、運気は上がらないのかどうかって話なんですけども、えー、これはですね、えー、大きく言うと物を減らした方が、えー、基本的にはいいということがあるんですよね。で具体的になぜかっていうとこのね物を減らす行為をすることで心が軽やかになりやすいっていうことが起こるんですよね。 例えばね玄関掃除をしたりトイレ掃除をしても心が軽くなりやすくなったりとか最近ねコメントとかでトラック1台分ものを減らしてとってもすっきりしたっていう人も出てきたりしてるんですけどもそういうふうにしてですね人っていうのは物を減らしてすっきりさせればさせるほど心が軽やかになりやすいという、まあ、空間心理学的な作用もあったりするんですよねなので物が減るっていうことはこういった効果があるんだよっていうことをまず知っておいてください そしてもう一つはですね物が多い状態だと心理的に混乱しやすい状態になりやすいんですよね例えば物がたくさんあってですね探し物をしているとですねなかなか見つからなくて時間がなくてもパニックみたいになるっていう風な人もいたりすると思うんですよねでそれっていうのは、えー、まあ、一個特徴的な状況でもあるんですけども 物が多い状況というのは常に自分の中で,です、ね、気持ちがすっきり整理できる状態の真逆の方向で混乱しやすい状態に持っていきやすいということがあるんですよね。なのでこの2つから考えてもやはりです、ね、物が少ない方がいいというふうに言えると思います。 それ以外にでもでもすね例えばこういういいい質問をしてみたいと思います例えばリゾートホテルの部屋がごちゃごちゃしていた状態だったらあなたはどう感じますかっていうふうなことをね質問させてもらいたいと思うんですけどもこれ多くの人がですね多分 NG っていうかそんなことありえないでしょうっていうぐらいですねクレームをつけるぐらいじゃないかなと思うんですよね。ということはここから何がわかるかというと同じようにですね自宅のものが減れば減るほど 癒しの空間になりやすくなるということもここで分かってくるはずだと思うんですよなので物は減らした方がいいのですかっていうのはまあ、当然減らした方がいいということが答えでなぜならそれだけ癒しの効果と心の混乱を解いてくれるからだということもね合わせて知っておいてください はいではですねその3として今日のね一番大切な話をしたいと思います、えー、物を減らす時に同時にやっておきたいことっていうのがあるということなんですね、えー、ほ本当にねこれね、えー、片付けたり物を減らす時に同時に考えたいことっていうのがあるんですよそれをこれから話をしていきましょう、えー、というのもですね、えー、そのものを片付けたりする時に、えー、と、えー、問い自分に問いかけていただきたいのが何のために片付けたいのですかということなんですよね 多分ですねこういう問いかけをすると多くの人が例えばね金運を高めたいからとか幸運を引き寄せたいからっていうふうにして言うんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。じゃあですねここでもう一回聞きたいのは何、えー、でですね金運とか幸運を高めたいのですかそれは何のためなのですかっていうのがもう一個私がね重ねてしたい質問なんですよ。そうするとですね多くの人が点々点々っていう感じでですね にに困ってしまう状態になりやすいんですいでよねただ金運があればいいと思ってみたいな感じのことを言われる方がいたりとかして結構ねね本当にに漠然ととしていいる人が多いというふうに思うんですよ、ね、ただですねこれこれから話しますけどもこの漠然とした状態というのはあまり良くないんだということなんですよね。えー、ということでその4として「何のために」が実はパワーの源になっているんですよって話をこれからしていきましょう。 はい、えー、今さっきも言いましたけどもなんとなくの漠然とした思いのままだったらですね、えー、幸運や金運を引き寄せる力は非常に弱くなるというのはこれまでたくさんの方のまあ相談に乗ってきてそしてアドバイスしてきた結果、えー、その傾向はかなり、えーまあ、如実に出ているというのが私の実感なんですよね。なのでこここからやっていいたただきたいことは、 これからあなた自身どう幸せを形にしていきたいんですかということを同時にに考えたいいんんだととうことがここがはポイントになってくるんですね、はい、例えばねどんなふうにして考えたらいいかというと例えば笑顔があふれるような家族っていうのが幸せの形であったりとか幸せなパートナーシップを築いている状態が幸せな形であったりとかあとはビジネスで成功してですねそれがきっかけでいろんなものがいい流れが生まれているっていうのが えー、自分の望んでる幸せの形かもわからないし、えー、最後にはですねただただ日々、えー、安心できる暮らしができるっていうことが幸せの形かも分かりませんこれはね、えー、皆さんによって千差万別だと思うのでよかったらここでですねあなたなりの幸せの形を神に書き出すっていうことをねぜひやっていただきたいなというふうに思いますよかったらね、えー、動画をストップしながら一回神にね書き出すっていうこともやってみてくださいはいよろしいでしょうかね でではですね最後にですねその後として幸せの形を普段から意識するにはどうすればいいかということをね最後にお伝えしたいと思います。と、えー、いうのもですねさっきその読んでお伝えした「神書き出したこと」っていうのは「 そのまま忘れてしまったら、えー、全く意味がないところもあるんですよね、えー、それを書き出したものをどこまで日常に落とし込むことができるかがポイントになってくるんだということをね最後にお伝えしたいんですけどもじゃあどうすればいいのかって話になってくると思うんですよねじゃあですね先ほどの中で、えー、例をねいくつか、えー、取り上げてお伝えしたいと思うんですけども例えば笑顔があふれる家族っていうのが幸せの形であれば、えー、何をすればいいか、えー、例えばですね 朝一朝一番起きた時に鏡の前でまずね自分自身が笑顔になるっていうことをするということそして合わせて笑顔で家族に「おはよう」と言うというでこれをですね習慣化させるだけでも笑顔があふれる家族になるっていう流れの えー、道しるべになるというか後押しになるというか、まあ、確実にその方向に向かっていくことができると思うんですよねなので例えば先ほど、ね、例を挙げた笑顔があふれる家族であれば、えー、朝一にこういった習慣をね、えー、やっていくということがポイントになると思ってみてください。 えー、そしてそれ以外にもですね、例えば幸せなパートナーシップっていうのがですね、幸せの形だとしたとき、えー、例えばですね、今、パートナーシップがない人の場合は何をすればいいかというと、例えばですね、今の家にもう一人入れるようなスペースを作るっていうのが、実はすごくポイントになったりするんですよね。だいたいですね パートナーがいない人で1人暮らしをしている人をよくよく見るとですね、えー、洗面所には自分のものしか置けるぐらいのスペースがなかったりとか、えーまあ、リビングとかですね、えーまあ、ワンルームだったらワンルームの一角に、えー、テーブルを置いていたとしても椅子が1個しかないとかですね、えー、もう1人が入ってくるようなことを想定していないような空間作りにしていることが多かったりするんですよね。ななので、例えばね、パーートナーシップがない人は、 えー、例えば、えー、そのワンルームに住んでいたとしても、えー、小さなテーブルがあったとしたらそこに、えー、椅子を1個じゃなくて椅子を2つ普段から置くようにするとかあとはですね洗面所のところもですね、えー、歯ブラシをもう1セット、えー、コップにさして置くスペースをちゃんと作っておくとかそういったことをすると、えー、なんとなくですね そこのススペースに引きき寄せられててくるような人が出てきたりとか逆にそういうスペースを感じると、えー、寂しさが込み上げてきてそれがきっかけになってパートナーが本当に欲しいと思えるようになったりするという自分の、ねえーまあえー、心の動きにつながっていったりすることもあるのでよかったらね、えー、そういったことをするのがいいんじゃないかなというふうに思います。えー、そして、えー、パートナーシップでもですねパートナーがすでにいる方とかね結婚されている方の場合は。 どちらかというと長年一緒にいるとまあ愚痴ばっかしになってくると思うんですけれどもそこでね改めていただきたいのは。 そのパートナーに本当ねそうするとですねそこから、えー、再スタートすることができるっていう感覚は湧きやすくなるんですこの話ね、えー、別の時にも一回したことがあるんですけどもその後のコメントで、えー、すごい愚痴も言いたいしあんまり好きじゃないけども1ミリでも感謝できないかって言ったら1ミリぐらいはさすがにあるというふうにして、えー、コメントをね書かれてる方がいたんですけども、えー、それを思った時に。 もう少し感謝してもいいかなと思うようになったって書かれてたんですけれどもこれすごいね大切なことだと思うんですよね。なのでもしねパートナーがいる方で、えー、自分たちの、えーま、幸せの形が何かその時にパートナーシップが良好な、えーま、家庭だというふうなことからいくんだったら、えー、今回のようにですね1ミリでも感謝できるとかないかを探してそしてそこを感謝するところからスタートするっていう意識を普段から持つようになるとお互い感謝が言い合えるような関係性に変 改善されていくっていいくとととううここも実際あるんでですよね、えー、ということでねちょっと最後力説していきましたけどもよかったらね、えー、あなたにとって本当に、えー、普段の行動で落とし込めそうなことをね、えーまあ、探してやってみましょうということを最後にお伝えしたいと思います。 はい、そしてねそのことをする時に合わせて物を片付ける捨てるっていうことをすると、えー、どんどんね家がその運気を後押ししてくれるんだということを知ってくださいなのでもちろん物を片付けると同時にやっていただきたいことでもあるんですけども、えー、少しね最後の話っていうのは先に先行的に思いながらそして物を片付けていくっていうことをやっていくとその流れに乗りやすいということをね、えー、知っておいてくださいはい本当にね、えー、一つでもいいので、えー、実践して、えー、実感してみましょう はい、ということで、ね、今日の話はそろそろ終わりますけども、えー、今日の感想、ね、よかったらコメント欄からどしどしお寄せください。えー、質問もね、コメント欄から頂い,いたら、またね、動画で取りまとめて、えー、お伝えするようなこともやっていますので、よろしくお願いします。あとはね、概要欄にあるんですけども、公式 LINE でプレゼントもお渡ししています。興味がある方は概要欄から、えー、内容をご覧ください。 はい。ということでね、えー、これで終わりますけども、えー、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と、えー、グッドボタンの方もね、忘れずに押してくださいね。よろしくお願いします。はい、えー。最後にね、一つお知らせがあります。私は普段ですね、幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンをやっています。えー、本業のね、えー、設計活動とは別にですね、 えー、このサロンでは設計の部分からですね幸せなライフスタイルをどう作り上げるかという部分だけを抽出した話をいろいろさせていただいたりとかですねあとは毎月の運気の活用法の話をしたりとかあとはですね月に1回から2回の、えー、Q&A ライブなんかもやっています直接ね私に音声で質問ができる場にもなっていますので興味がある方は概要欄の下の方に詳細がありますのでよかったらそれを覗いてみてください。 はい。ということでね、これで最後になりますけども、えー、今回のワンポイントアドバイスです。ワンポイントアドバイスは、えー、自分の幸せっていうものがですね、えー、どんな形のものを手に入れたいかっていうことを、えー、ぜひね、今日の話では一番考えてほしいなというふうに思います、えー。そこをね、一生懸命考えていただいたら、後の部分は本当にテクニック論になってくるので、えー、そこはね、後からどんどん足していっていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでね、今日の話はこれで終わります。 今日1日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。